アセス・ピーターソンは、アメリカ海軍の駆逐艦。スプルー・アンス級駆逐艦の7番艦。艦名は、カール・ジェロルド・ピーターソン少佐にちなむ。ピーターソンは1974年4月29日に、ミシシッピ州パスカグーラのインガルス造船所で、寄港、1975年6月21日に、浸水、1977年7月9日に、収益した。 収益後の1979年、ペルシャ湾に配備される。ピーターソンは、中東派遣部隊の機関を務め、ペルシャ湾及び、インド洋で活動した。ノーフォークに帰還すると、第10区逐戦隊の戦闘効率賞を受賞した。翌80年も9月に、ペルシャ湾に展開し、活動後1981年3月に帰還する。1981年12月1日。 三度目の配備で地中海に向けて出港した。1982年7月、オーバーホールが行われる。9ヶ月に及ぶ改修では、目標補足システムの改良、ファランクス CIWS の増設、通信及び電子装備の増強が行われた。1991年の改装工事でマーク 41VLS が搭載され、トマホーク巡航ミサイルによる、 対地攻撃能力が付与された。また、SH-2 から SH-60 に変更されたため、搭載機の対艦対戦能力が向上した。ピーターソンは2002年10月4日に退役し、11月6日、除籍された。2004年2月6日に、標的艦となり沈没。ありがとうございます。